こんにちは、ライムです。今回は歳末装備召喚50連行ってみたいと思います。ちょうど半分になったんで、まあ狭間さんのねチャレンジでもう1枚もらえるはずなんですけど、まあ半分溜まったというところでちょっと使っていこうかなと思います。うん、忘れないうちにね。はい、というところで極フェス第2弾もすでに始まってるんですけど、僕はねまあミンフィリアとかアルティミシアの、ね、新規装備以外は大体持ってしまってるから、ちょっと回すのが怖くて、ちょっと極フェスアルティミシア欲しい気もするけど、まあちょっと考えてるってことだね。明日15イベントもあるんで、まあ15ガチャの解説、性能解説と明日ガチャ動画撮るつもりなんですけどね。ということでどんどんやっていこう。もうこっからですね、いろんなゲームで年末年始のガチャ祭りも始まってくんで、ちょっとすごいですよ。こっからもう FFRK もね、ガチャ続き、ガチャ動画続きになるだろうし、その他ゲームについてもという感じなんで、10連目。さあ、歳末なんだね。無料ガチャだからね。これは、フランっぽいな。フランじゃないかな。この弓の感じは、ボーガン。ですね。フランの、氷チェインだ。フランの新チェインなんだね。フランってなんか無料のチェイン、氷チェーン配られてた気がするけど、これは2つ目のいい方のチェインも実装されてたんだね。存在感なもう氷イコールスコールのね、スコールの氷チェインってイメージがあるから、存在感ないな。20連目、まあ持ってなかったからいいでしょう。フランの氷チェーンを使うことまあないだろうけどね。でも一応フランもあれか、飛行シャービー、フロストファー使えるからね。そっか、ラグナ持ってない人からすればどう見てもアーロンだね。どう見てもアーロン、何の変哲もないアーロンだね100% アーロン。これなんだ、バースト持ってなかったね。迷宮の太刀、まあシンプルだからねこの太刀ね。まあ昔の装備だなぁとは思ったけど、持ってない、なかったうわいいか、持ってなかったからまさかの、なんか久々にバースト見た気がする。30連目、なんかもはやバーストが懐かしいっていう気持ちだよね。バースト懐かしいね。もうほぼもうバーストの上位互換でシンクロがあるような感じだからね。さあ30レムミラボか、星名が出る可能性あるもんね。いきます。あーこれ持ってんの、なんか見たことあるな、見たことあるな。これヒーラーのなんだろうな、これ星6な、戦技かな。リノアだって、リノアの地属性戦技か。うん、地属性強化がない時点でいらずいらないらな。はい、40連目ですね。なるほど。まあ無料ガチャだからね、そこまで期待はしてないとはいえ、おいいね。なんかね、なんかの覚醒1個でも出てくれればいい、御の字って感じかな。なんか覚醒1つでもいいからください。これあやめだな、多分あやめのなんかだと思う。あーこれ見たことあんな。これなんだ、アルクーとかそっちじゃない、アルクーとかその辺の、アルクーのなんかだと思うこれ多分。ほらねだろうね、でしょうよ。あこれ違うんだ、セオドアか。これあやめに似たようなやつあったけど、セオドアの源氏の兜、中確率でかばうゴミこれはゴミマテリアだね。攻撃力10上がるための、まあ、アイテムって感じだな。これはね当時出まくった気がするんだよな。これもう超連度マックスまでいってんだねこれ多分。ん？あれ奥義って超連あるよね、多分。これもうマックスまでいってるよね。
これなんかのガチャで超出まくった気がするんだよ。なんかなんだっけこれ、あれかな、デッシュの時かな、あの忌まわしいデッシュの時、デッシュガチャの時かな。あのデッシュはもう196連、地獄だったね。はい、これラストかな。いやーまあどうだろうね、ここ覚醒1個でもいいから欲しいな。覚醒あるな、これ覚醒あるわ。覚醒でいいや、覚醒でいいやっていうかいいやっていうのはあれだけど、いきます。あーこれはね、ブラスカじゃない、ブラスカの、だってほらこれ、これなんかさ、エボンジーンのなんかもうマークみたいについてるもんね。これ多分持ってるよ、多分ブラスカの超絶じゃないかなこれ多分。ブラスカ、そういえばブラスカってなんかシンクロとか出たっけ、あの人なんかブラスカ最近出てない気がするでしょうねでしょうね。この FFRK の記憶力すげえな これね、なんか当時使えそうでなんか使えない、使えそうで使えない超絶っていうイメージ強いんだよね、ブラスカってね。なんかブラスカがなんか超強くなった時って一度もないよね。なんかほらアーロンとかね、覚醒出た時はなんか結構ね、あのいろいろな面で使えたりとか、まあ今シンクロも出て、なんだっけ、健康一滴デバフできたりとか、そういった面で使えるっていう場面あるけど、でジェクトもね、覚醒とかシンクロとか出て組み合わせるとすごい強いよみたいな感じのこともあったけど、ブラスカパッとしないよね。まあ単純に運営がね手こいでしてないっていうのもあるんだけど、まあちょっと炎魔法パだときついか、ヒナにビビにパパリモとかいたりするからね、もうちょいなんか可能性をね上げてもいいと思うんだけどね。まだシンクロ出てないんだけどこの人ブラスカってね。ラスト終わったいやちょっと悔しいな、覚醒一つもなしか。なんで今回僕が出た中では、あのまあ何一つ強化されなかったと、手持ち的には何一つ強化されなかったということですね。ホーリーチェーンも使わないね、これもリノア戦技を持ってるしね、でセオドももういらないで、アルクフのこの奥義についてもね、もうとっくに超連済みっていうね何の強化にも ならなかったね今回ね。きついなー、これなんだっけ、アルクの防具がなんかついてるの、あ、生属性強化か、生属性強化なんだけど、今たまたま3の絶務 やろうと思っててやってるんだけど、アルク水運用なんだよね水運用だから、あの防具使わないんだよね最後にちょっとブラスカ、マジでブラスカの様子見てみようか。ブラスカね、なんかもう少しなんかシンクロまだ実装されてないのかな。うん、覚醒止まりだね、覚醒止まりなんだやっぱり。まあ今後のシンクロに期待というところだけど、まあちょっと炎魔法パスが厚すぎるからなんともって感じだけど、うん、まあでも覚醒自体はそこまで悪くはないのかな。まあ、結構内容シンプルだけどね、味方全体にバフしつつ攻撃できるっていうタイプか。まあだからあれだね、まあシンクロ来ても組み合わせて使えば強いみたいな雰囲気も別にありそうだけどね。で召喚アビだからね、覚醒召喚アビだから、これリディアみたいなことあるな。これリディアがほら確定3回攻撃できるでしょ、あの人で。この人黒魔法、お黒魔法使えんじゃん。これシンクロあるな、シンクロ条件が召喚アビだったら、炎属性だったらあれだけどねこれシンクロ条件が召喚アビだったら、これ あれだな、リディアと同じような確定3回攻撃だよね、アルフィノとか。これちょっとブラスカシンクロに期待できね、できるね、これね。次の FF10 イベントちょっと期待できるな。これワンチャンあるな、全然秘めてるぞ、ブラスカまだ秘めてるぞ可能性を。はい、もう何のガチャ、何の動画か分かんない
ブラスカの、ブラスカの可能性を感じる動画でした。といったところで今回でもここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。